はい、どうも、ドキュールです。今回は結構前にこちらウームネットワークに応募して合格したっていう動画を上げたんですけど、こちらの動画では僕が再生回数とかが足りてなくてウームネットワークさんからのサービスが受けられないっていうことで終わったんですけど、その後日に上げたこちら YouTube の収益化が変わるという動画を上げました。これによって僕はウームネットワークさんからサービスを受けるのにすごい遠くなっちゃったっていう感じでちょっと終わってたんですけど、今回ウームさんが新しく僕みたいな人にも受けられるサービスを提供してくれるということをネットで知りました。それがウームスパークっていうやつです。こちらどういうやつかというと、まあ、僕みたいな登録者数とか再生回数が低い人でもウームさんの限定イベントやいろんな企業からの提供が受けられるというサービスになっていて、ネットではインフルエンサーネットワークというふうに書かれてました。じゃあこれはウームネットワークとウームスパーク何が違うのかというと、ネットワークっていうのは登録者1000人以上で1年間の再生時間が4000時間以上っていう、まあ初心者の人からしたらすごい厳しい条件だと思うんですけど、こちらのウームスパークでは YouTube のチャンネルを持ってないような人でもサービスを受けることができて、まあ、僕みたいに登録者がすごい少ないっていう人でもサービスを受けることができます。サービスの内容は先ほども言った企業からもらったり、ウームさんが提供している素材を使ったり、登録者や再生回数を増やすためのノウハウを教えてくれたりというふうに書かれてます。先日僕も応募したんですけど、まだ結果は返ってきてないので、それも動画にしようかなと思っています。ウームネットワークさんからのサービスが受けられなかった分、こちらのウームスパークっていうやつで、少しでもサービスを受けて、もっといい動画作れるようにしていきたいなと思います。というわけで今回は応募していったっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、そして高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。